ててさあ始まりましたカジ散歩。今回は再度主戦場とするこの2選手に、お話を伺いたいと思います。生活のことだ、いろいろゲームもしたり、いろいろ話を聞いていきたいと思います。皆さんよろしくお願いします。デデ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 、今回はこの2選手に来てもらいました。中村二郎選手と福田裕也選手です。これ何回、カジ散歩は何回目、ガチで何回目ですかね。2回目ですかね。僕は入団の時だし、あ、1回リュウ君とやりました。あの面白くない回の時やったな。あれからカジ散歩は見てる。いや見たいっすね。見たいんじゃない見てないかジロちゃん見てる？すいません見てないです。全く可愛い顔してるな。ちっちゃい顔してるね。最近はどうですか？サッカーどうですか？いや、まあ、チームも勝ててるんで。充実してるんですか？まあ充実はしてますね。練習もハードでやれてるし、まあ、あとは与えられた出場機会の中で、なるほどね、結果残して少しでも増やしていければな。ジロちゃんは？まあ、やり続けるしかないなという気持ちで毎日取り組んでます。やっぱ1年目と心境は全然違う？この生活にも慣れてきて、去年よりかは余裕が出てきたかなと思います。考え方も変わってきたのかしら。なんか去年のはすごい頑張りすぎてたかなとすごい思ってて、そのプレー内でもプレー外のところでもやっぱそんな感じだったので、まあなんか平常心を保てるようにっていうのを意識してます。もう平常心っぽいけどね、普段から。ずっとそうやな。いや、なんかとても2年目とは思えないです。淡々とやる感じやね、はい、今年はそれ意識してるんで。なんかすごいですよね、2年目でなんか去年頑張りすぎてたとか、うん、なんか思えるね、はい、もうそんな余裕なかったですね。ひたすらもううわーってやってました。今もうわあのね、ルヴァンのあの京都戦もゴールね、うわーって言ってうわーって取ったもんね。やっぱそういう選手ですね、俺。そういう選手やね。うわーっていかないと。でも今もうウイングやもん。はい。角。攻撃のね、角になるウイングってね。2人ももう頑張ってもらいたいですね。じゃあ早速ですね、今回は、カジ散歩プレゼンツ、ガンバプリンス座談会ということで、ね。ちょっと噛みましたね。もう一回いきますよ。カジ散歩プレゼンツね、ガンバプリンス座談会ということで、はい、これはプリンスなのか、この2人は。あ、プリンスってどういうことですか？王子です。やばい、福田裕也やばい。プリンス分からへん。それジロちゃんに教えてもらってるっていう。伸びしろっすね。伸びしろありますね。本場ゲースです。似てないか。似てないです。これ自分のものにしようかな。ここで弾いてもらって、そのテーマに沿って喋ってもらうという企画でございます。じゃあまず、いいですか。はい、宇宙人。福田裕也選手先行どうぞ。いきます。はい、なんやろ。はっ、はい、2人で話すとしたらどんなこと。この2人はよく喋るの？よく喋れますね。ジョギングも一緒にずっとするし、はい、ほな仲はいい。仲はいいっす、ね、まあ、結構喋る方、クラブハウスに来て、まあ、めっちゃ喋るっすね。今日は安田道郎さんです。お願いします。お願いします。もう現役に対して、うん、今社長ですか？いや、社長じゃない。スーツ着てるけど社長じゃないです。いや、なんかもう社長みたいな風格あるよ。いや、あります。うん、風格だけやね、昔から一丁前やから。現役が何年？17年。ガンバアカデミーからガンバでプロスタートして、ジュニアユース、ユースからガンバで5年過ごしましたよ。そこからいろいろなチーム、まあ、海外も含め、うん、またあれを見て17年。あっという間だったの？どう？いや、もうあっという間でしたよ。なんか、まあでもプロ入った時にこんなキャリア築くとは思ってなかったんですけど。その当時はどう思ってた？
ずっとガンバにおろうと思ってそういうことね、うん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 、やっぱガンバジュニアから上がってるみたいな、そのガンバのアカデミーから上がってるみたいな、うんうん、自分のなんかこう責任感みたいなのもあったし、うんうんうん、ずっとガンバおろう思ってたけど全然違うサッカー人生を見て思った、うん、でもまあそのね、一つ海外に挑戦っていうのがね、うんうん、やっぱそうね、ガンバ強くて、うん、タイトルとか取らせてもらって、うん、次ってなったらもう海外しかなかったから、うん、当時はだってガンバ日本で一番強いと自分でも思ってたし、うん、で海外行ったって感じですね、うん、まあ結果的に本当にいろんな地域の、うん、そのスタジアムの雰囲気だったり、うん、サポーターの熱量だったり、そのチームそれぞれのこうスタイルだったりっていうのも経験できたっていう意味では結果としてはすごく大きな財産になってるんじゃない？いやだからめちゃくちゃ大きい財産になってる、うん、だって行ったクラブも J リーグで言えば結構その名門クラブばっかやったし、でまあいろんな地方に行ったし、友達もいっぱいできたし、知り合いもいっぱい増えたし、まあなんかそれぞれのチームでいろんなシーズン過ごしたけど、もう今思ってみたらめちゃくちゃいいサッカー人生やったなっていう感じですね。アジサポ、どういう内容を話してるの？サッカーの話、サッカーの話をしてます。あ、ずっとサッカーの話、うん、結構なんか練習でマッチアップすること多かったから、ああなるほど、なんかドリブル仕掛けてくるときになんかどうされたら嫌だみたいなの聞いてきたりとか、あこうされたら嫌だよとか、そういうのは多いっす。そんな話できるんや。あ、二人で話すときはすごい真面目になります。結構真面目になる。真面目、ね、真面目です。多分それを周りで聞いてる人は全然分からへんやろね二人の会話。新聞官房になるよね。全然喋ってんの。で今どう、反省とか自分で今ここがウィーク、ここがストロングっていうところは、左足はすごい得意なんですけど、うん、やっぱ右足のところがだいぶ課題になってて、え、使わなくてもいいんじゃないですか。まあそうなんですけど、やっぱ多少は使えないといけないっていう感じで、縦に仕掛けた時に選択肢としてその右足が蹴れた方が広がるところが、なんか無理やりアウトでシュート打っちゃったりとか、まあ右足シュート打っても精度が低かったりするので、そこはやっぱ上げていく必要あるんかなって思ってます。でもさ、三笘選手なんかさ、右利きで左サイドにいて縦抜いて右のアウトで出すやん。そうっすね、左は左でいいんじゃない？左でいいか。ここまず、あ、そうっすね、左でいいんじゃ、それやったら左で使えるようにその抜き切るのをもっと上げていかなかなと思います。う、ね、あ、なるほどね。ゆうやさんは最後の質のところかなと思います。この間の FC 東京だって決めれるシーン2つだったし、あとなんか波が激しいな、いい時と悪い時に。チームで悪い時でもやっぱり自分が輝けるなんか考えとかないといけないね、はい、っていうのめっちゃ最近考えてます。ね、まあ、2人ともこれからの選手やからね、頑張ります。背負っていってくださいよ。じゃあ次いきますよ、はい、僕っすか。モーニングルーティン。朝起きました。じゃあ一番最初にこうやることっていうのは何ですか、まず。歯磨き。あ、もう目覚めていきなり歯磨き。あ、うがいして歯磨きして、なんか気持ち悪いから。めっちゃ細菌がすごい、バイ菌がすごいから、はい、寝起きは。ジョーちゃんはアラーム鳴って最初の3分は一旦目つぶります。3分だけじゃないよね、5分、6分だいたい3分です。3分いつもだいたい3分。二度寝するでしょ、それ。しないです。なんか意識はあって、まあ、3分でだいたい起きて、でそこからうがいしてトイレ行きます。うがいしてトイレ行くよ。で、朝ごはんはお母さんが作ってくれてるんで。あ、実家か。実家です。いいな。そうか、そうか。で、お母さんが作ってくれてるからそれを食べて、で練習に行くって感じです。和食、洋食。基本和食です。あ、和食ない、はい。あ、海産坊入る。タニランニングがある。タニランニング。タニランニング。タニランニング。もう、早く帰ってくれるか。タニランニングに抜かれる。タニランニング。でかいやな。みんなでかい。でかいな。
他ない？モーニングルーティーン。他なんか間に絶対することモーニングルーティーン。あー、YouTube とか。7時ぐらいに起きて。練習が9時の時。練習10時の時。10時。3時間前か。はい。でそこからなんか大体8時過ぎぐらいに家出るんで、その1時間なんかゆっくりする時間が好きです。YouTube で何を見るの？最近はチョコプラ。を一生流してるっす。なんか YouTuber とか見ないっす。ああ、なるほどね。自分もそうっすね。さらばとか。さらば？さらば青春の光、知らないですか？あとは霜降りチューブ。うー、全然わかんない、全然わかんない。霜降り明星っす。霜降り明星、はい。俺のこだわり。これマジで出た。よっかもっか選手権。相手の動きずっと見てる感じで、お互いが牽制し合ってる。まあノッカノッカですけども、一回もノッカってない。